はい、どうもです。おっさんです。今日は2020年の3月10何日だったっけ17です。間違ってた、もしかしたら間違ってるかも分かりません。で、今日今から夜勤です。今日広島2回戦なのでね、この時間に出ます。で、今日はですね、カメラの位置がね、私の胸元に、GoPro ぶら下げてます。ネックマウントっていうかな、これは。これでいつもとね、若干目線の位置がね、若干低いかなという感じで、まあ運転風景が、トラック乗ったことないよ、トラックから見る風景ってどうなのさみたいな感じの人に役に立つんじゃないのかなと思います。あ、こんな感じなのかと言ったとこですよね。と、このミラーが位置が反対版が直したのかな、ちょっとよく分かりませんが、このミラーはね、あんまし役に立たんかなと思うんですけどね。普通は見んですな、あのミラーは。そのミラーが今映ってるかどうか分かりませんけれども、今時間がね、5時前ですね。夕方の5時前ですわ。はい、ちょっとでかけフロントガラス拭けばよかったな、これ。ちょっと、すごい汚れてるな、これ。昨日夜勤の時に気づかんかったんですが、しまったなと。私、フロントガラスが汚れてると、なんかね、嫌なので、失敗だったなと。明日出かけにちょっと拭くかな。あ、そんなところで今日はね、新車乗り換えての2日目です。で、昨日もですね、ざっと動画の中でお伝えしましたけれども、今このようにですね、なんか何かしら何か警告音が鳴りましたけれども、何の警告音かちょっと分かりませんね。多分左に寄りすぎたからなんか警告しているんでしょうけれども、まあいらんじゃないかなと思いますけれどもね。まあそのうち切ってやろう、あれね。エンジンも止まるしね。まあいいか、自動でエンジン止まりますけど。いや、今日はいい天気ですわ。で、今日もね、まあ7時間7時間ぐらい寝ましたけれども、これでエンジンがかかるといったところですね。エンジン音の音は入ってるかしら。まだね、ほんと2日目なのでね、まだちょっとね、発進というかね、あまりスムーズにいきませんけれども、まあ5分乗れば慣れるでしょう。高速乗るまでには慣れるでしょう。そんな感じですが、ここのね、樹木はね、邪魔なんですよね。これここなんかね、道路にはみ出てますからね、あのウィング当たるんですよね、羽に。あの木どうかしときようと思うんですけれどもね、ほんと嫌ですわ、あの木。はい、
この木なんの木どうかしてくれよっていう感じで。今みたいな感じのわずか10秒ぐらいでもエンジン止まるんでね。まあそのうちあのセンサー切ってやろうかなと思っております。まあ慣れるか。今までがねそんな車じゃなかったので、でこの時間にあの広島に行くんですけれども、あのまあ広島方面はね東の方なので、これがね西の方にね、今からここを左巻きするとね西方面なんですけれども、こっちに向かうと眩しいです、かなりこっち方面はね。まあちょっともうちょっとすると今度あの180度反対向きに行きますので、まあ西日を背中に追って走る感じですよね。これをね西日に向かって走るとねかなり眩しくて、ね眩しいわ眠たいわで、よく長距離の頃ね難儀してましたよ。西日はね眩しいなと、細い目が余計細くなるっちゅうような感じで。もうぼちぼちですね、あの帰りの車が増えてきました。帰りっちゅうか会社帰りの車がね増えてきました。まあ、トラック乗ったことないような人はね、こういう感じでトラックから見えますので、参考にしていただければなと。景色いいでしょ。まあ、景色はいいですよね。よく周りの車がよく見えるし、よく見えるんですが、死角もまあ当然多いです。死角だらけです。はい。なのでね、まあ、そら背が大きいからといってね、背が大きいからといって、すべてが見えるわけではないと。いった感じですけれども。まあ、乗用車なんかのね、お姉ちゃんの、足を見たりだとか、そういった若干の楽しみはありますけれども、まあねそんなね、ミニスカート履いた子ばっかしじゃありませんので、昔はですね、この町もですね、国道2号線のバイパスができるまではね、ここはね、もう渋滞でしたよ、昔は。私がね、免許、高校卒業して、少しして、バイパスができましたので、それまではね、ここすごい、渋滞の箇所でしたよ。ホーフを抜けるのにね30分ぐらいかかったんじゃないのかな。これは小さな町ですけれどもね、すごい渋滞するんですよ。で信号がね本当100メーターおよそね100メーター間隔にね信号機があるんでね、すごい渋滞してましたよ。ここもね昔は八王子交差点と言ってましたけれどもね、今交差点の名前が変わってますけれども、この辺もねしょっちゅう朝のラジオとかでね、ああそうか、今でも八王子交差点でしたね、失礼。この辺がね渋滞の本当名所で、こちらに行くと今県道に格下げになりましたけどね、ここは262号線と昔言ってましたね。
ここをずっと行くで行くと山口市だとか萩方面あるいは津和野の方に行きます。で津和野に行くにはね、またあの国道9号線をずっと行くと津和野方面に山陰島根県鳥取県と向こうの方へと続いていきます。あと5分くらいで山陽自動車道に乗りますね。はい、目の前は防府の新橋ですね。ではこの動画は以上になります。それでは皆さん本日もご安全にいってらっしゃい。